はい、どうも皆さん、お疲れ様です。グランツーリスモ7、今回は、新しいレイアウト、そして新しいアップデートがまたね、入ってきましたので、今回そちらのレースをやっていきたいと思います。ワールドラリーチャレンジ B、カタロニアサーキット、ラリークロスレイアウトをやっていきたいなと思います。実を言うと、カタロニアサーキットってレイアウトが2つ追加されました。グランプリコースと、試験がないグランプリコースと、こちらのカタロニアサーキット、ラリークロスレディアウトっていうのをね、が追加されました。ラリークロスっていうと、どんな競技かっていうと、本当にね、これ、ラリーカーで、大体ね、4台から6台ぐらいで走るぐらいのね、すごい、狭いところをね、こう、ラリーカーで、また、甘くもあれば、グラベルも今回、この、コースはあるんですけど、そちらもですね、もう、大変ですよ。これ12台出してみますから、乱戦模様になりそうなんですけど、まあね、言うより見た方が早いと思うので、早速、レースの模様を見ていきたいと思います。今回僕が乗っていく車はですね、いつも通り、フォードフォーカスのラリーカーですね。今回全8周となっております。さあ、まずは中継の視点で見ていきましょう。このマシーンはですね、11番手、10番手ですかね。これだと分かりづらいので、ドライバー名で表示しましょう。さあ、入っていきます。さあ、これがラリークロスです。かなり狭いところをこうやって、まあもちろんね、狭いところではあるんですけど、すごく、あくまでもフェアにっていうのももちろん大事なので。さあ、ここからターンバックです。ターンバックに入ると車の挙動が大きく変わるので、アクセルを踏み込みすぎないで、うまく回るのが、大事になってくるかなと思います。履いているタイヤがダートタイヤなんで、一歩でも間違えてこうやって、ね、外に出て、どんどん、ね、車が滑ってくるんですけど。さあ、ここからまたダートへ入っていきます。この辺りはね、ラリーが得意な僕にとっては、この、ダートゾーンがねすごく大事かな。さあ、またグラベルに戻ります。さあ、ここはちょっとなんかバチャバチャしますけど、ダートからここの、ターマック、舗装車の面に入った時のね、挙動の大きく変わるのがすごい怖いですね。さあ、なんだかんだありましたが、4番手。さあ、でもこの細かいところをね、抜けていきます。このターマックのスピードが出るところなんですけども、さあ、前方マッサンクをパスして NSX も、絶対カテゴライズが違うであろうクワトロですね。まあ、あれはもうラリーカーの中では、ハイパワー、かつての、ね、ハイパワーラリーカーですから、すごくね、速いんですけど。さあ、この細かいところを、抜けていきまして、さあ、ここからはですね、この狭いところ、ぜひ皆さんドライバー視点でお楽しみいただきたいなと思います。さあ、ここはサイドバイサイドになるか。さあ、コースターがね、多分中継に比べるとね、かなり狭くなったのが分かるかなと思います。さあ、ここから、ターマンクルーズですね。結構激しく揺れるので、乗り物酔いが結構苦手な方とか、画面酔いがね、気になる方はですね、ちょっと離れて見ていただけるといいかなと思います。さあ、この辺は、ラリーカーなターマックなので難しいと思うんですけど。さあ、ここからダートゾーン、ダートもね、踏めば踏むほどやっぱり滑るんですけど、実際はね、滑らせない方があんま速い方なんですけど。さあ、どうでしょうか。だいたい47秒、8秒ぐらい、まあ、短いんですけど、かなりね、ドライバーとしてはテクニックが、要求される、そんなサーキットです。さあ、この壁ギリギリを通して立ち上がっていきます。あと、バトルからも抜け出すので、あとは自分がミスしないことが一番なんですけど。行き過ぎたか。危ないですね。ちょっと頑張りすぎましたね。ラリークロスなんで、あっという間にみんな差を縮めてくるので、その辺が怖いですけど。さあ、ここからはオンコースの映像で切り替えてまた見ていきたいと思います。まずは1コーナー目ですね。結構ここは長いロングカーブの、1コーナー目は抜けて、左、そこがジャンプポイントですね。ジャンプポイント抜けて、ずっと3回戦して、で、
はいですね、まあ、ターマクに戻りまして、なかなか大変です。さあまた、ダートのゾーンですね。ダートのゾーンはね、結構個人的にも結構自分も走り慣れてるっていうのがあって、すごい慣れてる感が出てますけど。さあ、現在6周目は走ってます。さあ後ろはちょっと離れましたね、まあ、あとは自分がミスしないように走ればいいだけなので、結構ラリークラス実を言うと大きいミスにつながりやすいことが結構多いです、まあ、実際のラリークラスのレースだとね、横転とか日常茶飯事なんで怖いですので、一生懸命、踏みながらとか。頑張りすぎたか、タイヤが滑っていきましたね。これまたオフモードで見るとめちゃくちゃ怖いですね、これ。さあここでまたちょっと頑張りすぎたか、立ち上がっていきます。さあまた、ここからは、中継のシーンですね、見ていきましょう。もう大変そうですね、本人的にもね。これまあ、練習でタイムトライアルで何周かしたんですけど、こうやってがっつりね、あのレースになる展開のには走るのは初めてなので。結構ね、本人ミスができないんでプレッシャーになってるんで、ラリークロスなんてね、すぐあっという間にワンミスが命取りなんで。いや、にしてもオードコンパスはこういうところはすごく周りが走りやすいですね。さあ頑張ってくれますね。さあここからは、ファイナルラップですね。まあ、ちょっと自分的にはちょっとミスがしないようにっていう心がけますけど、いやこういうねラリークラスは多分グランツーリスモシリーズでもなかなかない、タイプのレースイベント、かなりそのあたりも新鮮ですね。やっぱりラリーも大きいっていうのが伝わってくる、アップデートだったなと思います。まあラリーは見てて楽しいですからね。でグラ、タマからこの、グラブルですね。一生懸命踏みながら、さあ最終コーナーです。はい、というわけで皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。今回新しく追加されたラリークロスレイアウト楽しんでいきました。次回もまたいろいろアップデートが入ったらいろんなレースやっていきたいと思います。次回もお楽しみに。お疲れ様です。